どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとじゃーん、登場していただいたのはいつもおなじみでございます、はい、はい、ハニーさんでございます。こんにちは。私の愛する奥様でございますけれどもね、はい、今日もやっていきましょう、うん、夫婦でセッション、はいはい、この夫婦でセッションこうコーナーももうだいぶね、うん、溜まっております曲が、うん、はい、今までもね20曲から30曲ぐらいやってるのかな、30超えてたか、うん、過去にあった夫婦のセッションの、プレイリストここに貼っとくんで、ちょっといろんな曲やってるから見てみてください。僕たちと一緒にセッションしていきましょう、はい、これはいつもリビングルームでね、なんかどっちかともなくこう引いたところにこうセッションしていざハモったりなんかしてるの、これ撮ろうかってことをシリーズでやってるんですけど、ぜひ皆さんもね一緒に僕らとセッションしようぜ。今日のテーマソングは今の秋のね、この秋の夜中でいい感じの曲いきます、うん、よ、せーの、三日月、彩香さんの三日月、うん、この曲はね、バラードで悲しい曲かと思ったらそうでもないんだよね。そうなん、これまたちょっと離れてるけど、また遠距離 遠距離で、ね、そうそう、こういうキュンキュンとこうね、ラブソングをこう2人で歌っていこうかというふうに思っております、うん、そして、このレスレ演奏動画の後に、このレッスン動画、ガズレレレッスン動画のリンクとのシェアもとかもするんで、最後までご覧になってください。あ、そうだ、もしかしてこの動画初めて見てくださった方もいるかもしれません。ウクレレめちゃくちゃ簡単で楽しいですよ。ぜひこれからウクレレ始めてください。ここにリンク貼っておくんで、ここから見てもらうともうあっという間にできますからね、はい、はい、したらやっていこうかね、はい、はい、ちょっとこうね、ゆったりいきたいのこの曲はね、落ち着けて、はい、はい、じゃあ2人で夫婦でセッション、はい、三日月やってみる。1、2、3、4。
ゃないの、うん、ガズオンってね、うん、ガズクラブメンバーのイベントでこれ課題曲になった時にね、うん、めっちゃ練習してたからなんかね、そうまあでもやっぱ新ね、うん、やっぱハムハーモニーとかやっぱ普段と違う要素が増えると ね、 そうねやっぱねなんかなかなか難しいんだけど面白いここでね歌ってるのとまた違う、そう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 、あとやっぱこの曲ってね言葉のタイミングがやっぱすごくこうまたいでるっていうかさ、うん、裏で裏の拍の歌い方なんでボーカルやっぱちょっと難しいっていうかそこが気持ちよくて面白いところなんだけど、うん、まあものにするのにはちょっとね聞き込みが必要かな、うん、ファニーさんもこういうのね、うん、聞き込んでよくぞ素晴らしいです、はい、ぜひ皆さんもちょっと三日月今の時期ね、うん、秋のこのちょっと涼しくなってきたらこれいいですよ、そうだよね、本当さ月見ながらさ、うん、縁側とかで弾きたいけどさ、うん、夜はちょっと近所迷惑、ね、結構音でかいからくれる、ね、皆さんも気をつけてください、ね、涼しいから窓開けて弾きたいけどね、うんうん、はいまあねそういうのもまあ一応考えていただきながらこう、ね、楽しく音楽やっていこう、はい、はいはい、彩香さんの三日月のガズレレレッスン動画ここにリンク貼っとくから見といてくださいよ、こっちも楽しいレッスン動画になってます、うん、今のはねちょっと2人のアレンジでちょっとオリジナルのところがあったんですけど、まあリズムとかね、うん、まあ僕はちょっとレゲエっぽい感じでちょっとゆったり、うん、夫婦でゆったりバージョンにしようかなと思ってね、今一緒にいるか離れてないからさ、うん、そんな感じでやってみました、はい、いやー本当にねこうやっぱ一人でやるのもいいけどね、うん、アンサンブルっていうのはまた ね別のなんか良さで広がりがあるっていうかですね、はい、もう本当に、はい、楽しかったね、うん、はい、またこんな感じで夫婦でセッションまあ1ヶ月に2回ぐらいできたらいいかなと思ってね、そうですね、その次何やるとか言ってね、うん、結構楽しんでるね、うん、でもこの曲はねちょっと、うん、あ特別出会いでよかった、あそうだね、うん、こういうのってちょっと避けてたもんね、自分ではなかなかね、うん、わざわざ聞かないっていうか、そうだ ね、 だって難しそうだもんね、うん、そうだけど、まあ、歌詞の内容もね、うん、なんかこうほっこりする内容だったし、そう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 、ね、はい、まあ、好きな曲やっぱりどんどん歌っていくのがいいよね、はい、僕もこれなんとかんだ言って結構覚えちゃったもんね、うん、はい、そのことで今日は三日月を夫婦でセッションやってみました、はい、これからガズレレ YouTube でも相変わらずどんどんねレッスン動画を公開していきますので、うん、引き続きよろしくお願いします、そして新たに始まったガズピアノも実はもう毎日やってます、ガズピアノチャンネルもぜひよろしくお願いします、はい、鍵盤で同じようなこのね簡単音楽で楽しもうということをやってます、まあ本当にもうね最近もう秋になってもねもう活性化しちゃってもいろいろなものがもう大騒ぎになってますけど、それでもやっぱ音楽がある人生も最高、はい、はい、皆さんも一緒に音楽と歩いていきましょう、それではごきげんよう、さようなら。